エクストリームアイロニング。エクストリームアイロニング。エクストリームアイロニングは人里離れた場所でアイロン台を広げて服にアイロンをかけるエクストリームスポーツである。このスポーツのプレイヤーはアイロニストと呼ばれる。行う場所としては難易度の高いクライミングを伴う山の斜面や森、カヌーの上、スキーやスノーボードの最中、大きな銅像の頂上。 大通りの真ん中などがあり、アイロン掛けの目的をほとんど無視して、スキューバダイビングをしながら行うこともあるほか、パラシュート降下中、湖の氷上でも行われた。これらのパフォーマンスは個人及び団体でも行われる。メディアの一部では、これが本当にスポーツであるかという議論があり、多くの場合それは広く冗談であると考えられている。 極限状態の場所で平然とアイロン台を出し、涼しい顔でアイロン掛けを行うことが基本原則であり、衣服のシワを伸ばすという本来のアイロン掛けの目的は重要視されない。そのため、海中や砂漠の真ん中も当然このスポーツの舞台となり得る。極限の自然環境下ではアイロンを稼働させるための電源を確保することは不可能に近いため、 昔ながらの日のばしこて電気が存在しなかった時代の本来のアイロンや充電式のものを使用したりガスバーナーでアイロン台の下から衣服を直接温めてアイロン掛けをするという手法が取られる合わせが多い。エクストリームアイロニングはエクストリームスポーツを行う刺激とアイロンをスッキリとかけた時に得られる満足感を組み合わせたものと言われる。 このスポーツは一見パロディやいたずらのように見えるが、アイロニストたちの多くは極めて真剣である。ガーディアン氏はこのスポーツについて、イギリス人の持つエキセントリシティ、イクセトリシティ、気候の伝統を踏襲したスポーツと紹介している。現在この競技に関するイベントの多くに、家電製品のメーカーである、ローエンタ社、ローエンタが、スポンサーとして参加している。競技人口は、 欧米を中心におよそ700人とされている。このスポーツは、イギリスのイーストミッドランズ地域にあるレスター、レスターの住人、フィル・ショー、フィル・ショーが、自宅の裏庭で行ったことに始まる。しかし、このスポーツはもはや、イギリスだけのスポーツではない。1999年6月、ショーは、スチームというあだ名の通り、蒸気が出るほどに奮起し、 このスポーツを広めるための世界遠征に旅立ち、途中アメリカ、フィジー、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカなどに立ち寄った。ニュージーランドで、ドイツ人旅行者たちと出会い、その出会いがエクストリームアイロニング事務局、エクストリームアイアニングビューロー、アイブと、エクストリームアイロニングドイツ支部、ジャーメイクストリームアイアニングセクション、月収の設立のきっかけになった。年月には、 初の世界大会がドイツミュンヘン郊外のバレー、バレーで行われた。エクストリームアイロニングドイツ支部が開催したこの第1回世界大会は成功を収め世界各国のメディアの注目を引きつけた。参加者はオーストリア、オーストラリア、クロアチア、チリ、ドイツ、イギリスなど世界各国から集まり、10カ国の参加者の全8チームが競技を行った。 このスポーツが考案されて、以後、本流からの分派を自称する、アーバンハウスワーク、アーバンハウスワーク、都市における、家事労働、という、アイロン掛けの代わりに、野外で掃除機をかけるループができつつある。このグループは、自然環境を乱し、植物が腐食せず、堆肥化をしなくなるような行為を行うために、アイロニストたちからは、邪道とみなされている。 これらは、ナショナルジオグラフィックで紹介された。2002年12月、エクストリームアイロニング、勝利への道、エクストリームアイアニング、プレッシング・フォー・ビクトリーという大のドキュメンタリーを、イギリスのチャンネル4が作成した。2003年のローエンタ・サカズキは、南アフリカのウォルフバーグ・クラック、ウルフバーグ・クラックスにある峡谷の上で、アイロン掛けを行ったグループに送られた。 彼らは高さが30メートルもある峡谷上に渡したロープにぶら下がりながらアイロン掛けを行った。その年の後半フィルショーは、エクストリームアイロニング、エクストリームアイアニングという本を版した。また翌年には、空の下でアイロニング、アイアニングアンダーザスカイという DVD が登場した制作元、ホットアンダーザカラープロダクションズ。2004年、 事務局、i v はさらなるアイロニストを募集するため、ローエンタツアーと称して、アメリカに旅立ち、マウント・ラッシュ・モア、ニューヨーク、デビルズ・タワーで、アイロン掛けを行った。このツアーは、アメリカのテレビ局 ABC の朝のニュース番組、グッド・モーニング・アメリカのインタビュー取材を受け、最高潮を迎えた。2005年、日本にて、エクストリーム・アイロニング・ジャパンという、 公式活動団体が立ち上がり、代表の松沢一氏を筆頭に、大塚、堤、金城、鳥居などのアスリートメンバーらが、世界で最も勢力的な活動を日本国内にて行っている、2011年現在。松沢は日本初のエクストリームアイロニング本、そこにシワがあるか、早川書房を出版している。 2008年3月には72人のダイバーによる水中での大人数エクストリームアイロニング記録が達成された。続く2009年には前述の水中記録を破るために128人のスキューバダイバーと6人のスモグルによる挑戦が行われ、最終的に86人が10分間水中アイロン掛けを行うことで新記録が達成された。これらの様子は イギリスの BBC ニュースで放映された。2011年4月18日、イギリスのロンドンの M1 高速道路上で火災のため通行封鎖された状況でエクストリーム、アイロニングが行われた。この様子はデイリーテレグラフ市場で報じられた。2014年7月6日、日本の鹿児島大学で開催された世界的イベントテレックスにて、 エクストリームアイロニングから学ぶ人生の真髄について、エクストリームアイロニストクラブ代表、マキによりプレゼンテーション、共感を衝動へ、エクストリームアイアニングの進めが行われ、後に YouTube に公開された。2004年のアテネオリンピックの直後、金メダルを5大会連続で獲得したスティーブ、レッドグレーブ、イギリスのボート競技の選手が素晴らしいスポーツだ。 少し変わったところがいくつかあるけれど、あと数年もすれば、ボート競技がオリンピックから外されて、エクストリームアイロニングが入るかもしれないよ。と、エクストリームアイロニングをオリンピック競技にした方がいいと後押しした。創始者のスチームは、スティーブがボート競技を本気で終わらせようと考えているわけではないと思うが、それでもイギリススポーツ界の大一人者に、 後押しされたのは素晴らしいことだ。ひょっとすると、ボートを漕ぐ選手たちに混じって、エクストリーム、アイロニングという新しいスタイルのスポーツが始まるのを見ることができるかもしれないと付け加えている。これらの意見を擁護するために、スチームは会議派の人たちに対し、アーティスティックスイミングとそのオリンピックにおける立場を考えてほしいと言っている。さらに、オーストラリアのアイロニスト、 ファブロン、ファビューロンはカーリングというスポーツを見てほしい。あれが東急リンピックの正式種目になるんだったらエクストリームアイロニングが正式種目として認識されるのに何の問題もない。と言っている。このスポーツの最近の発展により色々なエクストリームアイロニング世界記録が作られている。この流行は イギリス人のアイロニスト二人組がエベレストのベースキャンプでアイロン掛けを行ったことで始まった。記録は間もなくキリマンジャロの頂上5859メートルでアイロンを掛けた南アフリカの Y 字の星サウスアフラ君エスターはアフリカンス語で鉄の意味によって破られた。現在のアイロン掛け高度記録はアルゼンチンアコンカグアの頂上6959メートル アイロン掛けを行ったアイロン男カリックアイアンマンカリックが保持しているホットプレート兄弟ホットプレートブラザーズもこの記録に挑戦したが頂上に到達できなかったエクストリームアイロニング水中最新記録はイギリス人のアイロニストダイブガールダイブガールがエジプト沖で達成した水深100メートルである2005年1月 オーストラリアのスキューバダイビングのグループが水中で43人同時にアイロン掛けを行うことにより水中の多人数エクストリームアイロニング記録をニュージーランドのチームからダッシュしたそれ以来ニュージーランドのチームが挑戦を続けている2004年4月クリースライトニンクリースライトニンがアイロン掛けの道具をすべて装着してロンドンマラソンに出場し 途中で服にアイロンをかけながら、フルマラソンを走破するという気を達成した。リーズ在住のこのアイロニストは、マラソンコースを4時間8分で走破した。過酷な状況で衣類にアイロンをかけた最長の記録は、創始者であるフィルショー、通称、スチームが2003年12月に、発祥の地であるレスター、レスターで達成した。彼は、 クリスマスの買い物客が困惑しているところの20メートル上空でデビット・ブレインというマジシャンが使うような透明で巨大な箱の中に入りアイロン掛けを行った。2006年7月エクストリームアイロニングジャパン代表の松沢一志が日本最高峰である富士山を25キロの発電機と日常家事として使用している愛用のアイロンセットを背負って単独登場。 最高地点である剣ヶ峰においてアイロンの熱源を完全に確保した上での世界初の富士山頂アイロニングを成功させている3776メートルアイロン台の高さは含まず彼はその足で神奈川県の相模湾に向かい山頂で使用したアイロン台をサーフィンをしながら行うサーフクルージングアイロニングにて波乗りしながらのアイン掛けでも使用そして同日 サガミ湾の海底における水中、アイロニングにおいても使用した。それは、世界で唯一、今と山頂と、海上、海底を味わった、地球体感的アイロン台として認定されている。2014年8月、エクストリームアイロニストクラブ代表のアイロニスト牧杉本牧が、富士山山頂県網目3776メートルへ、 高さ1メートルのアイロン台を背負って登場。日本最高峰アイロニング記録3、777メートルを樹立した。イギリスの人気ドラマ、イーストエンダーズ、イーストエンダースの2004年8月2日の回で、エクストリームアイロニングが引用された。事務局アイブによると、ドラマの登場人物が、ホットプレート兄弟の最高高度記録を引用したという。 エクストリームアイロニングは、アメリカのテレビ局、CBS の番組、サタデーモーニングのニュースで取り上げられたほか、ニューヨークタイムズ、ザ・サン、シドニーモーニング・ヘラルド、カルカッタ・テレグラフ、ウォール・ストリート・ジャーナル、ワシントン・ポスト、トロント・スター、タイム、ESPN、フィナンシャル・タイムズなど多くのメディアで取り上げられた。日本では、NHK 武士、 熱中時間防虫趣味あり2006年12月7日、BS2 では12月8日、放送分にて、エクストリームアイロニングジャパン発起人の松沢一志が出演し、筑波山に登場して、頂上でアイロン掛けをする様子が放送され、その後、NHK 社屋を使って、石井正則、ありツーキリギリスと、エクストリームアイロニング対決が行われた。 藤岡博が熱中人探検コーナーで追跡調査をしているが、筑波山を30分で駆け上る松沢のペースには、藤岡ですら息を切らして、登山途中でへたり込ませてしまったほどの健脚ぶりを披露し、おふざけやパフォーマンスと誤解されがちなこの競技に対する松沢の本気の鍛え方を伺わせた。なお、 つくばさんの案内には頂上までの平均所要時間は90分と記載されている。松沢はテレビ朝日系、笑いの金メダルの1コーナー、投稿あなたも、広志ランキングにも紹介されたことがある。その時のかけ方は、滝に打たれながらアイロンをかけるというものだった。毎日放送、チチンプイプイ2007年2月13日放送分で特集として紹介された。 競技や概要の説明がされ、公演、おそらく大阪市内にある自動公演において、鉄棒で腕立て伏せをしながらのアイン掛け、鉄棒にぶら下がり逆さになりながらのアイロン掛け、自転車に乗り走りながらのアイロン掛けなどの実演もなされた。また同放送において、日本国内での競技人口が5人、取材当時でアコとも公表された。テレビ東京系、ハロー。 モーニング2007年3月18日放送分では、公演で、オートバイで走りすぎざまのアイロンがけ、運転に逆さにぶら下がってのアイロンがけなどが、実演された。また、アイドルの藤本美希と、亀井絵源が滑り台を滑りながらのアイロンがけなどに、挑戦した。日本テレビ系、1億人の大質問笑ってこらえて。の2007年5月9日、放送分で、 インパクト人間大集合という企画内でアイロニングを行う日本人が紹介された。同じ日のフジテレビ系ザ・ベストハウス123でも紹介された。モンド21山田五郎アワー新マニア解体新書の2007年6月6日放送の第39回にアイロンマニアとして松沢東がゲスト出演した。 山田五郎との忌憚のない意見交換のほか、湘南海岸ロケによる屋外デモンストレーション、新江ノ島水族館内でアイロニング癒しの挑戦、アイロンイルカ、ペンギン、サメとの共演、スタジオ内でのアイロニング実演を披露した。番組内で松沢は稲葉ウアアイロニング、滝行、アイロニングを紹介したほか、エベレスト頂上での単独無酸素系装備、 エクストリームアイロニングが夢だと語った。NHK 総合テレビ、ベッキーズスクールの2007年8月18日の放送でも、未公認ゲーム X と題して取り上げられた。水中でのアイロニングや富士山頂でのアイロニングが紹介された。高段者の漫画誌、月刊アフタヌーンに連載されている鳩のお嫁さん第108ハ鳩ビームの108単行本第7巻に、 収録において、純主人公、鳩の旦那の部下の趣味として登場した。笑い飯の笑うスポーツ班、ガオラ6、2010年8月7日で、松沢一志が出演し、ビ和コ飯で笑い飯に、アイロニングを教える様子が放送された。朝日新聞出版の週刊誌、アエラ、アエラ2011年2月28日号、一番の現場というコーナーに、 松沢等による、筑波山頂アイロニングの見開き写真が掲載された。日経 BP 社の週刊誌、日経ビジネスアソシエ2014年3月号、2014年2月10日発売、特集、ひらめき脳は作れる。というコーナーに、杉本巻による、医療革命、直感で生み、共感で育てようの実践として、福島県あずま富士山頂での、 火山噴火紅溶岩エクストリームアイロニングが写真と共に紹介された。競技についての解説、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。